どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。レンチン5分で人当たりまで柔らかくなっちゃうタイプのヒロイン、さやです。最近の流行りのヒロインってさ、そういうとこあるよね。ないでしょ。レンチン5分で何が変わるの？ということで今回ですこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。読めないんですか。なんでこいつこんなポツンと孤独にいるんだよ。なんなん、何が起きたのこのブルルンちゃん。兄弟だけど。あ、兄弟なんだ。なんかちょっとお寺っぽい感じ。お寺っぽいね。なんか二重の塔。あ、そうそうそう、うん、がプルルンしてるということは、うん、二能でプルルン。え、違う、それはさやの腕。え、何、こちらは、うん、天プルルンです。今日の動画終わろうかな。なんかやる気なくなっちゃった。脱力しちゃって今。テンプルルン。あ、この1個だけに集中したいがために今日1個なんだ。そうそうそう。すごい。もう何が、ね、途中かと思ったもん。はい、ということで今回こちら。オーバーズ。いや、もうあの皆さん、おバズといえば、おバズといえばよ、承認欲求の塊の皆さん、嫌なこと言うなよ。はい、ということで今回やっていく企画はこちら。こちら、フォロワーゼロ人のアカウントゼロから始めて1週間でバズらせることはできるのか。プルルンさせなくていいのよ。てなわけでですね、うわ、なんかやばくないですか。やばいですよ、これは先に言っておくと、はい、無理です。ありがとうございました。あのね、SNS 舐めんなって話ですよ。いや、もう本当ですよ、本当に、うん、これ、視聴者さんからめちゃくちゃリクエスト来てた企画で、現在の夏目さんちというね、立場を隠して、はい、フォロワーゼロ人からアカウントをやったら、うんうん、まあ、いろいろ今媒体もありますからね。はい、今回ね、なんと、はい、TikTok ライトさんからアンケートいただきました。ありがとうございます。うわー、TikTok ライトさん、はい、はい、まあ、この TikTok ライトっていうのがですね、はい、新しい動画の楽しみ方が特徴になってるんですけど、はい、もう動画を見るともらえるポイントとか、はい、特定のそのタスクをね、こう達成することでいろんなポイントをゲットできて、え、そのポイントを QR コード決済のアプリのポイントだったり、はい、電子マネーだったりクーポンと交換するっていう機能がついてる。おときゅ、まあ、そんな感じで今こそよ、この企画をやらせていただこうと。確かにね。で、しかもあれですよ、うん、もう昨今流行りの、はい、あの短い動画ですよね。まあそうですね、超短尺動画。うん、まあめちゃめちゃ短いのもあれば、最近はちょっとね、うんうん、2分3分もあるんだけど、うんうん、でも夏目さんちの動画から比べたら、いや、もう本当よ、あのメインチャンネルの、そうね、動画を切り抜いてるだけというか、ほとんどそういう動画なんね、うん、フランケンシュタインもいっぱいいる、まあ、継ぎはぎってわけではないんですけど、そんな継ぎはぎでもない、むしろ切ってる、バラバラ、うん、フランケンはくっついてるけど、フランケンじゃない、バラ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 でもそうね、だからさ、作るぞっつって短い尺の動画を作ったことが実はないっていう、ないんだよね、うん、だから今回、うん、そのチャレンジも含めて新しくアカウントを立ち上げて、はい、アカウントのフォロワー数を増やしていくことができるのかという、なんかこうすごい挑戦を受けてるわけですよ。今のなじめさん違うの、うん、皆さんのおかげであり、運がだいぶ運だから、まあ、これいろんなところで、うん、YouTube の伸ばし方だったりね、やってる人いると思いますけど、総じて言うと運と継続、うん、あー、いいこと言う。でもマジでそれだと思うよ、うんうん、とにかく考えて続けながら、でも運が良かったみたいな、うん、もう運がないとそもそもどうしようもないの。最近さやさんもうんちよく出るし、ね、うん、じゃねえよその便秘がどうとかいう話じゃないの。いや、すごいハッピーなんですけど、まあ、よかったです、ものすごい朗報なんですけど、あ、よかったです、排便で何の話しとんの。なわけで、はい、お絵かき YouTuber としては今それは皆さんのおかげで、うん、あの、ありがたいことに100万人をね、超えることはできたんですけど、ね、じゃあその経験生かして生かせるんですかね、生かせるんかなっていう、そもそも、うんうん、今回のルールとしては今日から企画とかも何撮ろうかなって考えて、はい、撮ってそれを動画にして投稿するのも含めて1週間っていう、もうわけわからん期間です、はい、だから1週間以内に動画をできるだけ考えて、なんか伸びそうだなってやつを作って、はい、でしかもタイトルだったり動画の内容は夏目さんちっていうワードは使っちゃダメです、はい、夫がとか妻がとかいいですよ、あの、いい、どこぞのお絵かき夫婦っていう
空気だったらまあいいかなと思うんだけど。はい、ということで今からねこのアカウント開設っていうのを登録をしてから、はい、あの1週間で我々はどこまでいけるのかという、まああの本当にまあ僕の限りなく持ってる経験則から言わせていただくと1週間で伸びるわけはねえのよ継続する時間がないわけだもんね。そうそうそう、継続、そうなんだけど、はい、まあ、それでも何か奇跡を信じて、うん、まあ、そういう場所ですから、フォロワーになってくれた方に、ね、アカウント登録しよう。はい、さあもうできましたけど、あーすっぽんぽんですよ、アカウントがもうゼロのゼロのアカウントができたけど、これどうしたらいいじゃん。まずはあと、あ、いいじゃんこれ我々の写真、あ、もう良くないこれ、バレるだろこれはいやこれはうぬぼれんなお前、うそーわしゃ暗暗このどう、この素人感満載の青いコンド。逆に名前は、名前か、100万人突破している YouTuber の裏アカウントとか言ったら違うもんね。絶対バズるだろ誰だこいつはってなるだろなんかそういうなんかいろんな多方面に迷惑をかけるタイプの名前それダメだな。待って、待って、もうなんかもっと適当でいいよ、もうテンプルルンでよくない、このアカウント名とアイコンに小細工しないで、うん、万が一バズったら本物じゃない、本物テンプルルン。さあ俺たちはテンプルルンで始めようかと思います。絶対無理だもん、たとえこの検証の結果がさ、うん、20人とかだったとしてもさ、その20人の方にさ、はい、感謝を告げるっていうのが大事だから、徹底します。はい、はい、こちらテンプルルンアカウントです。今日から7日だから、まず今日何かを取らないと。そうだよ。でちなみにこの検証だけをこの1週間できるわけじゃないので、いやそうだね、マジで動ける時間って限られてんのよ、やばいよね、もう刻々と時間がなくなっていく。例えばさ、うん、右左どっちって言ったらみんなやってたじゃん、やってた、ね、とか何か一つはそういうトレンドのネタをお絵描きにアレンジしてやるっていうのは大事かもしれない。あー、うん、かといってじゃあそれ同じことやってもまあ同じことじゃん、うん、僕は個人的には偶然性を作品にしていくっていうのは結構ね、そうだね、伸びてるイメージがあるんだよ、ね、うんうんうん、完全に新しくできるから夏目さん家でやってないことやってもいいんだよ別に、喋、ね、らなくてもいいわけだし、ね、喋るにしても声は加工しなきゃならないんだね。自分でじゃねえ、バレるよそれは。ちょっと企画の研究から始めるね。まあ、そうだね、まずちょっと企画を研究していくことから始めるんだけど、うんうん、研究だけで本来1週間使いたいところなんだけどね。あの普段の僕だったら多分1週間丸々使ってめちゃめちゃ調べるわ。堅実だな。であとね、編集が凝ってりゃいいってもんじゃないんだよね、あ、もう見てて思うのは、うんうん、やっぱり最後までこう期待して何ができるんだろうっていうのを、まあ最低でも数分ね、うんうんうん、見させなきゃいけないから、何かが出来上がっていくんだろうなっていうのも1秒で見せる必要があるんだよ、あ、一発目で、うんうんうん、そう考えるとむずいよね。あとリズム感でしょ。そう、それはもう編集だよなみたいなやつ。でも今回編集とかをこだわってる時間がないから、うん、もうやることで弾いていくしかないの。あ、じゃあ口で言うしかないのか。キポッキポッ、どういうこと。リズムつけるどうしてもリズムつけるため、まあとりあえずちょっといろいろやることを考えながら、はい、動画を撮っていきたいと思います。思います。マジで時間ないです。レッツテンプル。さあでは早速撮っていきましょう。いきましょう、はい、もうどんどん時間が刻一刻となくなってきているので、そうよ、撮影、はい、動画化、そして投稿まで、そうなんです。しかも投稿がもう検証期間が1週間しかないので、もう早く投稿して少しでも誰かに見てもらわないといけないわけ。わ、今なんか自宅から富士山の登頂を目指してる気持ちなんだけど、まだだって玄関出てないからよっしゃこれパッキングしてっつってだけどもうちょっとで富士山登頂しないといけないんですって言われてる状況なんで今、やばいやばいですよ、はい、でとりあえず見てください。はい、ほらこう夏目さん家の机だということがバレると夏目さん家だってバレちゃうかもしれないということで、そんな人いるかなと思ったんだけど、ここの汚れはこの動画の何分のところで出ついた汚れだからって、それはもうバレてもいいわその人になったら。というわけで黒い段ボールを敷き、はい、そしてご覧ください。はい、ああこれは何ですか。え、これさやさんの手だとバレない用の。そう、さやさんの手だとバレない用。分かるやついるんだそんなの。しかもなんかここにちゃんとこう指輪の跡つかないように。ああ、なるほどね。指輪も外してある、ほら、すごっ、何その徹底ぶり。いや、満自してるんだよ。でも見て、うん、何その技はさやさんみたいな、この技できてるってことはさ、うん、文字位置に技がこの人はってなっちゃうかもしれない。どこ、なんだろ、さっきから出てくる名探偵。そのなんかさ、うん、黒手袋見るとさ、はい、モッパン系に見えちゃうんだよ。
そう、 ASMR やりそう今から飴とかあれちょっと憧れるよな、楽しそうだな、ね、じゃあやっていきますが、はい、まずはちょっと今回ポスカを使うものをやろうかなと。いやそうなんかね、はい、やっぱこうカラフルでダイナミック、うん、リズミカルっていうのがね、はい、個人的なね動画のね、そうですね、肝かなと思ってるので、まあ冒頭で、まあ、ちょっとなんかハイテンポなナレーションも入れようかなと思ってるんだけど、うん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 、撮影でいうと勢いよくもういろんなもう画材とかをポンポン出していこうかなと。いやそう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 、はい、だから今からポスカをさやさんが自由に、うん、もうベチャベチャやって、もう妻の落書きを夫が尻拭いするみたいな、そういう動画をまずは撮ろうかなと。あの海外でしか売ってないこのポスカがあるんで、これを使ってさやから無茶ぶりをもらおうという魂胆です。はい、はい、まずこれを1本目としてね、はい、もうさっさと撮って、さっさと撮りますよ、時間ないんですから。よしよし、僕もちょっと横からね、あのカメラ撮影もしていこうかなと思うので、ちょっとえぐめのカメラだね、はい、いきましょうか。はい、ほらこちらキャンバス、はい、キャンバスね、はい、白きキャンバスです。やっぱねリズムが大事なんで、はいはいはい、これもなんかこうちょっと派手めにバーンって置くみたいなシーン、ね、いいよ、行きます、やってみてください、せーのここでいいかな、よくねえだろどう見てもまあちなみにあとこれねもう横画面になっちゃってるから、うん、上のカメラをもう縦にするのがめんどくさかったので、これあとで合成でこの画面とこれをくっつけてなんか縦っぽい画面に僕は編集します。はい、行きます、せーのボン。なんでせーのドンって言っちゃうの、そのドンって音をさ、ドンって音を取りたいね俺はせーのドンは夏目さんちなの俺たちはテンプルルンなの、喋るなよそうなんだ、夏目さやは喋るんじゃないよし、ちょっと、はい、じゃあちょっと静かに行くよ、ね、一回取りますから静かに、お口にチュアップ行きますわ、はい、いいんじゃないですか、はい、で横からそしたらあれだね、ポスカをサッと出してくるみたいな、ね、こうまずはこうシュッと見せる感じ、オッケー、はい、いきます、シュッシュッ、あいいね、かっこいい、そういう感じで、そういう感じでいくか、いいねいいね、だって口でシュッて言うか、じゃあシュッこれでさ、あのこうやってやったよ、あーなるほどね、そうそうそう、よしいきます、はい、よーい、シュッ、あねえ違うよ、分かった、もう真上からこうシュッシュッって出すでしょ、うん、したらカメラをこっちからの画角に変えてピンって飛ばしたり、ああそういうこと、一回カットをつなげば大丈夫、ああそういうこと、うん、そうそう、ここあ出さすぎてピョーンって蓋が飛んでくってどういうこと、よし行きます、はい、まずね、はい、まずね、シュッシュッ、 OK、 そしたら、うん、キュッと外して、キュッと外してダッサダッサ、いやでも全員やってるってこれ、そうだよ、だってコスプレイヤーさんの現実ってさ、皆さんすごい足開いて写真撮ってたりとかされるじゃない、そうだ、ピンなんて言って弾けるわけないんだからね、そうよ、このままの角度で一旦外してみて、いくぜ、はい、まあまあいいや、もう何でもいいよよし、じゃあ行きましょう、はい、でそれで今からここにさやが適当に描くのを僕が横から撮ってるから、さやは頑張って描いてください、行きます、はい、え、もういいの行っちゃって、いいよ、行くよ、置く場所だけ先に決めといて、あ、じゃあここからさ、ここから行く、うん、OK、行くよ、はい、俺のおでこに今パスカが飛んできてる、うわー、名作です、え、これ描くの俺これでを作品にしてください、もう作品なんですけどね、もう無理だろこれ、これ何すればいいんだこの後、これは太陽を意味している、で、はい、これはあの人々にほとばしる血液を意味していて、これ全部で生きることを意味するんですね、はい、なるほどね、これでさやさんがこう書いたので、ここに僕が加筆していくというのを撮っていこうかなと思います、はい、うん、でもまずね、はい、乾かないと何もできないので、ジュリジュリよ、でもこれ乾くまでの間に、うん、次のもう一本撮っとくか、あーそう、用意しとかないと、はい、もう次も撮っていかないとどん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 あのもうできることがなくなってっちゃうんで、ね、え、じゃあ次これをちょっと乾くのを待ってる間に、はい、まあ、ちょっとさやのが冴えないような男の子というか書いてもらおうかなと思って、はい、でそこの上に墨汁をバーンってやって、そこの黒くなった部分だけその子の本性みたいなのを書くみたいな、いやそう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 、ちょっとそれやりたいです、はい、
やりましょう。まずいよ、だってもう、うん、富士山早く玄関から出ないといけない。いや、まだ出てないよね、ギリ、うんうん、今やっと靴履いたの、うん、靴、でも靴紐で手こずってるところだからはい、じゃあ次やっていきましょう。やっていきましょう。ということでですね、さっき見せてたこのさやの落書きを僕が書くっていうやつね、皆さんも見てたと思うんですけど、いや、うまいことやりましたね、はい、いや、もうなんか頑張りましたよ、これすごい、本当に、はい、でこれを今から投稿予約していきます、うん、おー、とりあえずまず動画見てもらうか。あ、まあそうだね、一旦動画みんなに見てもらうか、うん、こちらです。絵描きの夫に無茶振り企画、イエーイ。どんな落書きでも作品に仕上げちゃう夫に本気のぐちゃぐちゃの落書きで無茶振りします。このドデカポスカでインクもドバドバ使って、もう何が何やらわからん。最後に白いポスカでもう好きな勝手に書いちゃって、これ作品にできないんじゃない、だってうんちだって書いちゃうんだから。というわけで完成、イエーイ。弟来て来て、なんすかなんすかなんすか。はい、これに絵描いてください。ほらまたそうやってよろしく。よろしくじゃないんですよ、もうめちゃくちゃじゃん、うんこあるしはい、ということでじゃあもうやりますけど、もう書き出しが、とりあえずもうね、白いとこがあるから顔描いちゃえば一旦いいかなということで、うわー、いただきますよ。いや、まさかもうこの、このスピード感でさ、顔から決めるとは。いや、でそれでね、なんかね、いい感じにこう空いてるとこがあったんで、そこはもう自由にしてごまかそうかなと。いい感じに空いているところだと私が頑張って考えた混沌を極めるポイントが、はい、いや、これはあの白優しいよ、白、白紙を残してくれるの優しいですよ。うんちが、どうよ、あっという間に、あっという間に埋まってしまった。なんかよくわからん笑顔の男です。なんか仕上げ作業してる。完成、うわー、めちゃめちゃかっこいいいいですか、これで。どうですか皆さん、こちらがお絵かき戦士テンプルルンの1本目になる動画でございます。デビュー、デビュー、華々しいかどうかわからんが、ね、ついにお絵かき戦士テンプルルンは自宅を出たはい、やっとやっと玄関出た、ね、玄関を出る、玄関出た、もうあと検証期間をね、投稿してからもう泣いても笑っても、え、そうですよ、はい、やっていくだけなので、はい、そもそもね、動画編集したのも久々だし、まあ、そうね、そう、もう皆さんレアですよ、ゲンさんが自分で編集してる動画がね、この子で全然見るなんて、なんで話してこんな価値でいや、てなわけでちょっとあまりにも夏目さんちっぽい企画ではあるんだけど、いや、まあそうだね、まあまあまあ、ポスカがさ、ダラーってなる、あのちょっとインパクト重視で、ちょっと、ね、そうなんですよね、やっぱあの一本目だから、ね、と思ってね、あれを使いたかったわけですよ、はい、うん、これで皆さんはどういう反応してくれるのか、もしくは全く反応がされないのか、もう神のみぞ知る。やっぱなんか右肩が痛くなってきたら、なんかなんでだろう、ちょっと抑えてるの左肩なんで、あ、面白いそれでは、はい、じゃあ今のこちらの動画、もし見つけてた方は、うん、まあ、気づくかもしれないですが、はい、もし見たよって方はね、コメント欄に書いていただけたら嬉しいんですけど、はい、まあ、こういうことやるんですね、出会いたいものですね、はい、頑張れよ、おじいちゃん頑張るんだよ、行ってこい、大海原に、うん、では待ちましょう。さあ、ということでですね、もう結果が楽しみでしょうがないと思うんですけど、皆さん、震えてしまいますね、あざ笑う準備をしといてほしいんですけど、うん、まあ、結果発表の前にまずはですね、概要欄のリンクで TikTok ライトをダウンロードしてください。はい、で、こちらね、アプリをインストールして起動してもらって、左上に表示されてるアイコンのところね、タップして、このアイコンですね、新規アカウント限定報酬っていうのをゲットしてください。おー、で、このタイミングでアカウント登録が必要になるので、アカウント登録をしてもらって、で、ただすでにアカウント持ってる人は自動的に TikTok ライトでも連動できるので、それは今のアカウントを使ってる方はそのまま引き継いで使うことができます。はい、もうその後はもう簡単で、好きな動画にいいねしたり、うん、あとはもう TikTok ライトアプリ開いて毎日こうチェックインをしてポイント貯めたり、うんうんうん、もうそれだけです。おー、もうそこは簡単なので、みんなが好きな動画を見ればいいだけですね。夏目さんちの動画を見てもらってもいいですし、可愛い猫見てもいいし、コモドオオトカゲ見てもいいし、テンプルルン見てもいい。わー、テンプルルンも見てもらってもいいんだってもう今この段階で見てもあれなんですけどで、あとはまだ TikTok ライト使ったことないお友達を招待するとポイント報酬がね、特に大きくなるらしいので、ぜひね、それも興味ありそうな人に招待してみるっていうのもいいと思います。はい、でも使い方はめっちゃ簡単です。アカウント登録した後はその左側のアイコンをね、チェックして随時ポイントがアップデートされるので、そこを見てください。おー、
でアプリ内で獲得したポイントの交換だったり、うんうん、ポイントをさらに獲得できるタスクっていうのがあるんだけど、それの確認を下のこの真ん中のアイコンをタップして、その入ったページで全てできちゃいます。それだけで電子マネーとかに交換できるポイント、ね、ポイントがもらえるので、ほんと日々のエナジードリンク分のポイントとか、あのわらちゃんのおやつ分のポイントとか、ね、はいはいはい、そこも使う本当になんかね、ちょっと頑張りおやつとかね、ご褒美にいい、ね、使ったりできるので、うんうんうん、まあ、本当動画を見るだけでそういうねご褒美がゲットできちゃうっていうのは楽しいんじゃないかなと思います。いや確かに。さあ、はい、この後はついにですね、検証結果が、でもほら、はい、どんな結果になろうとも、はい、あのみんながテンプルルの動画見ていいにしてくれたらみんなには還元できるから、まあ、確かにな多少はいいことあるから、うん、我々が一体どういう結果になったのか、はい、それではご覧ください、こちらです。皆さん緊急事態です。ピーポーピーポーあのまだ、まず皆さん多分、うんうん、この絵さっき見せたでしょ、これをテーマにした動画で3本昨日出したんですよ。結論から言うとバレました。イエーイ、イエーイじゃないの、全然イエーイじゃない、ありがとういや皆さんを舐めてました、ありがたい、そう、うわでもバレたと思ってすごかったです、うん、でもただですね、全く夏目さんちどこでも告知もしてないし、ね、本当にゼロ、うん、フォロワーゼロのアカウントで動画をアップして、はい、初日から今こちらお絵描き戦士テンプルルンフォロワー数18,000人、いやありがとうございます、ありがとうございます、マジでありがとうございます、すごくない、これはすごい、いやなんかねびっくりしちゃった、びっくりしたマジで、うん、そう、もしかしたらね、その夏目さんちがなんかこっそりやってる企画なのかもって、でももはやそこまで、そうそう、企画タイトルまで当てようとしてくれてる方もいらっしゃったり、ね、でなんか最初はね、源さんと、いやでもまだバレてないよ、いやまだバレ、いやでもね、ま、最初はバレてなかったんだよ、そこまで、そうそう、夏目さんちかな、そう、なんか夏目さんちっぽいやり方してるみたいなぐらいはあったんだけど、うんうんうん、最初はバレてなかったんですけど、徐々に伸びてきて、ね、1本目ですね、まあどういう戦略で上げようとしたかというと、はい、この場所って最初に動画が1本だけだと、うん、多分おすすめに乗りづらいっていう、あ、まあ、説がありまして、はい、まあ、僕たちも別のアカウントでやってるから、うんうん、ちょっとその知見をできるだけ活かそうと思って、うんうんうん、まず最初に3本ぐらいは1日目に出したいと思って、うん、テーマを変えてこの動画を3本に分けた、うんはい、フルバージョンとさやさん落書きバージョン、源さんが書くバージョンっていう、うんうん、そう用途合わせて3つ出したんですけど、はい、それの1本目がなんと86万再生です。すごい、ありがとうございます、ちゃんとおすすめになりました、いや嬉しいね、はい、皆さんのおかげですね、でもね、いやでもやっぱりちょっとね、うん、公平ではなかったのが若干やっぱり初動から、うんうんうん、なんか夏目さんちなんじゃねえのこれみたいな、あ、そうそうそう、感覚はあったと思うんだよね、だから、うん、最後まで見てくれた人もいるかもしれないし、うん、なんかこう難しいなって思ったんだけど、でも嬉しいから、はい、もう喜ばせてください、これはありがとうございます、はい、おバズでいいんじゃないでしょうか、おバズいただきました、おバズいただきました、はい、ありがとうございます、皆さん本当にありがとうございますでもなんかこう、はい、コメントでね、なんか最初の方はなんか夏目さんちに似てない、はい、夏目さんちかなみたいな感じだったのが、徐々にそう、え、これ夏目さんちじゃねそうそうそうみたいになって、で最終的になんか心の位置が源さんと一緒なんで、これは源さんですねっていう、源さんって現れた二人とも手袋してたりしてたんだけど、あ、そう、ちょろっとあの手袋取ってる時もあったりして、そう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 、そこから源さんのほくろの位置、多分これとかかなそういたりとか、いや一番おもろいのがちょっとコメント欄見させていただきますよ、うん、ちょっと、はい、旦那さんの手もゲンさんと似ててとか、うん、あとなんかうんちの書き方がさやさんっていう、めちゃめちゃ面白い一番おもろいのはうんちの書き方でさやさんがバレてるのがめちゃめちゃ面白いとかね、いやもう皆さんありがたいコメントいただいたり、ね、それとあと先週の動画でね、僕たちが冗談で言ったのが、ね、この音質は夏目さんちだって言ってくれた方もいらっしゃったり、ね、うん、いやそうそうそう、本当にとにかくありがたい限りだったんですが、いや嬉しいですよ、まあ、一応検証結果としては、はい、まあ夏目さんちっていうのがバレてるから何とも言えんところだけど、全く告知もしてないから、うん、シンプルにゼロからのアカウントからどれだけ伸ばせるのかっていう検証だったので、はい、うん、一旦まだ2日目なんですけど 10.9K、はい、なんで19,000名様くらいのフォロワーさんを今出会えることができましたということですね、はい、まずはもう初動大事だと思ってダメ押しできる1本は作っとこうと思って、うん、僕昨日徹夜で作ったの、カットは手伝ってもらっちゃったりしたんですけど、はい、ね、いっぱいとりあえず動画出そうっつってね、そうで準備して、はい、朝も出して今だったので、ただもうその頃にはもうかなりの方に見ていただいてたので、ね、本当にこれは奇跡です、
あとやっぱりね、夏目さんちがなんか裏でやってるかもしれんみたいな、そうみたいなっていう面白がり方をしていただいたおかげもあるので、そう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 、まあ、完全に夏目さんち職を殺した状態でまた同じことができるのかと言われたら、うん、それも全然難しさが変わる気はするんですけど、うん、これはもうでも一旦皆さんと夏目さんちの協力プレイということで、はい、2日目にしてこれは1万人でバズ達成ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。検証はとりあえずまだこのまま続くので、あのこれはもう裏事情を話してしまうと、今週投稿したいっていうことはもう編集しないと間に合わないので、うん、そうそう、これは動画の企画でしたっていうのを言わないとみんなが不安に思っちゃうと思うんでそうそう、今ちょうどこれが、まあ、編集できるギリギリ多分金曜日ぐらい、はい、投稿してからちょうど6日目ぐらいのフォロワー数が今ここに出てると思うので、これが最終結果になります。はい、皆さん本当にありがとうございました。未来のさやさんどうですか。ああ、はい、そうなんですね。ああ、わかりました。ありがとうございます。はい、どうしました？大ヒットも大ヒットで日本武道館に立ってるそうですね。長かったんで変わりすぎだろう。世界線移動してる多分さ。はい。ということで皆さんのおかげで非常に楽しい動画ができましたし、はい、今後はこのお絵かき戦士テンプルヌは、せっかく皆さんにねこうやってフォローしていただいてるので、はい、まあ、夏目さんちのこういう短尺動画というかね、うん、を本当に自由気ままに気が向いたらあげる場所に、そうそう、なので皆さん引き続きこちらのね、はい、テンプルヌはこのままね楽しんでいただければと思います。そして今回ですね、はい、案件をいただきました TikTok ライトさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。こちらね本当に楽しく動画を見ていくだけで、皆さんの何かの自分のご褒美分のポイントをゲットしながらこう動画を楽しむことができるというアプリになってますので、はい、気になった方は皆さんぜひ概要欄からねダウンロードお願いいたします。お願いいたします。でそして TikTok ライトの公式 X のアカウントをフォローすると随時お得なイベント告知が入ってくるので、さらにお得に楽しみたいという方はこちらもぜひ概要欄から TikTok ライトのX をフォローしてみてください。はい、いやでもなんかさすごいドキドキした、はい、いや本当になんか、ね、皆さんの愛を感じました。ね、本当にこんなんじゃ夏目さんちは隠せませんよって言い切ってくださった方とか、そう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 、嬉しかったよね。なんかさやさん全然膝隠せてませんよって言われて、うん、隠しちゃいねってなっちゃって、ごめん隠せて膝出ちゃってってなって、嬉しい。てなわけで、まあもしかしたらこの検証期間中も、うん、気が向いたら動画をね、うん、アップしてるかもしれないんですが、はい、条件としては、うん、もしかしたら皆さんが見たかったような結果にならなかったかもしれないんですけど、うん、僕たちとしては非常に嬉しい楽しい動画になりました。夏目さん違うホクホクする動画になりました、はい、ありがとうございました。みんなも今後はテンプルルンでよろしくお願いします。いやマジでテンプルルンに行くから、うん、こっちはずっと声も加工したままで行くから、ね、どうする姉妹チャンネル増えてたら、うん、お絵かきなんちゃらなんたらみたいな、そうそう、勘弁してください。お絵かき賢者が生まれてるかもしれない